おはもにどうもナツメグです。どうもなるみです。なるみさんにはさっき送ったのですが、これポッドキャストで聞いた気がするんだけど、38度ラジオ、女性2人の番組ですよね。はい、これでどんぐり FM について語ってくれてるので聞きました。僕も聞きましたよ。めっちゃ面白かったな。面白かったね。何が面白いってさ、このエピソードが好きですとかって話してんだけど、これは何、年齢わかんないけど30、40な女性たち2人で、うんこの話面白いよね、ゲラゲラゲラずっと喋ってん結構上位をうんこ占めてんだよね。ああ、これは面白かったね。で、あとおへその毛玉の話がいいっつってさ。ね、やっぱその辺なんだよ代表作っていうのがもうちょっと、いやいや、ターゲットによるでしょ。そう、これ面白かったね。こういうなんか声で語ってもらうの嬉しいよね。うん、嬉しい。これさ、面白いなと思ったのが、いや、いいなと思ったのなんだっけ、今日の38度、あなたの38度は へなんだっけ、平熱ですかお風呂ですかみたいなのを最後に言うんだよね。それいいなと思った。あれ俺全然よく意味わかんなかったんだけど、今日盛り上がりましたねってことなの、あれって。いや、お風呂だったらぬるくない、ちょっと。で、あれじゃない、あ、体温ですかお風呂ですかだっけな。で、体温だったら高くない。なんかいいね、熱出ちゃってる、いいんじゃない。なんかちょっとおしゃれだなと思ったね。いや、この女性2人のポッドキャスト面白いね。面白かった。こういう聞き方してんだっていう。誰がやってるんでしたっけ。30代女性がぬるめのお風呂のようにゆったりとまったりと、時には体温が上がるくらい熱く語りますと。ほら、熱く語った時は体温なんじゃない。はいはい、そうなんだ。で、38度ラジオは毎週水曜日お昼12時に Spotify、ポッドキャスト、サンデーフェムで配信してますだって。結構ね、この番組前もドングについて話してくれたことあって、2回目ぐらいかな、2回目3回目ぐらいかな、聞いたの。38度ラジオシャープ55、おー、なんかキリいいね、キリいいかなって5と11で割れますみたいなとキリよくねえキリよくねえみたいな、面白かったね。ぜひね、こうやってポッドキャスト、ポッドキャストで話してくれるとちょっと嬉しいので。あと、ポッドキャストで話してくれたやつ見つけるの大変だから、話しましたって教えてほしいですね。確かに。どんぐり FM、話は変わりまして、息抜き給湯室おというポッドキャストがありまして、聞きましたよ私。どうでした。あれは何、30代女性と20代男性が喋っている、ちょっと息抜きできるポッドキャスト。最近暇なんすか、そんな僕が本聞いたり息抜き聞いたりいや、忙しい、忙しい中で合間を縫って、合間を縫ってあの番組を聞くっていうのはだいぶもう暇な、多忙極めてんだろうなと思っていや、あれ聞いたけど素晴らしいね。何が素晴らしいって、あのさ、千田さん、男性の人、あの人まだ全然若いのに喋り方ちゃんとしてて、話喋り方というか聞き方というか上手で、ちょっと感動してしまった。すごいね、あの人は。ほう、そんなに。すごい、なんかね、若かりし頃のリビルド宮川さんを彷彿とさせるような。本当にめちゃめちゃすごいじゃんそれ。誰も否定せず、楽しそうに話を聞いてくれるから。はいはい、あれはすごいね。だって20代の前半でしょ。20代前半の時のなるみ、なつめぐなんてひどいもんよフワちゃんみたいな、敬語使えない人だったからフワちゃんだと思ってほしい、なるみとなつめぐは。あのちゃんとかフワちゃんみたいな感じだから、まあ、今でこそいい年だから普通に喋ってはいるけど、20代前半はちょっと怪しいよね。怪しい。あと、どこかの回で心理的安全性を脅かす人はダメだって話があったけど、もうもろ僕はもう重箱の罪をずっと続くことばっかりしてた。んなこと仕事関係ないじゃんって今思えばね。そんなのは世の中にとって良くないと思うみたいな、なんかそういうもう
めんどくせえやつだったから。それに比べたらこの千田さん素晴らしいなと思ったね。これなるみさんはあんま聞いてないと思いますがいやいや、たまに聞いてるよ。ナツメグがおすすめするなるみさんも絶対好きな回が一個だけあるんだけど、うん、何かと言いますと、うんこの回があるの。あー、さすが金玉さんがうんこ漏らすみたいなのあるんですか。いい線いってる。うん、おちんちんラーメンについて話す会があってもうほら面白そうでしょ。それ絶対面白いじゃん。そんなのあった。本当にあるんだよ。それはもう最高に面白かったから。うん、何おちんちんラーメンって。いやもう詳しくはもうどれか忘れたから、もうどれ100回ぐらいあるどれかを聞いてほしい。めちゃめちゃ気になるよ。ほらでしょ、うん、めちゃくちゃ面白い会があるからそんな話してんだ。そうなの。ちょっとちゃんと聞いてみよう。ちょっとどこの回だったか忘れちゃったので。うん、うん、いやー素晴らしい。息抜き給湯室。どういうとこ面白いんですか、あの番組は。いやだからもうあの千田さんの、うん、今んとこあれじゃん、金友さんが全然出てこないね。金友さんも素晴らしい。うん、千田さんのね、なんだろうね。いやあれだよね、どんぐりだったら絶対絶対にカットしてんなっていうのまんま流れてて面白いね。後ろでアレクサが喋り始めんだよ、ずっと。ああそうだね。で、あ、そうで、うん、あ、アレクサ音楽消してとか言うんだよ。これをカットしない理由は何なんだろうなっていう深読みしちゃうような放送だよね。で後ろで洗濯機がさガタ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 言ってんだよ。あらあらあった。でさ、うん、なんかちゃんとほぐせよみたいな話してんだよ。うん、僕はもうそれ一発目から思ったんだけど、うん、ほぐせよじゃなくてピーピーなってんのは入れすぎだから一回出せと、うん、もしかも一、まあ、回出して止めて収録終わってからやれよなんだけど、ピー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 言ってるのをあのほぐして、ほぐせって言うからね、ほぐして戻したらまだピー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 ってて、要は入れすぎなのよ、うん、で入れすぎでピー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 言ってた後になんかなんだっけ、洗濯機の上に食器かなんか置いててカタ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 ってなってん。俺は何を聞かされとるんやと思いながらね全部カットだよね普通ねそう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 、うん、ドングリーフでそういうのはまあそもそもそういうのなくなったよね当たり前だけど、うん、この10年やってて、もう生活音 FM じゃないけどそれもただのそう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 完全に後ろでガタガタなってて面白かったね。生活音とチンチンラーメンについて喋ってる番組ってことなんですか。あ、まあざっくり言うとそうですね。僕結構あの番組好きなのは千田さん声高いじゃないですか。うん、で金友さん低いじゃないですか。かな。うん、その聞き分けが逆にいいなっていうのがね、はいはい、めっちゃいいですね。声の違いはね結構大事よね。うん、そう、千田さんの喋りもいいけど、まあ金友さんの声が可愛らしくてね、聞いてて癒される感じはありますね。低すぎない？俺より低いでしょ。そんなことないでしょ低いかな。そうかな。僕あれ好きよ、ジングルのあの一気に給湯室で上がってくところのあの金友さんの上がってくところ好き。ちょっと待って、褒めが無理やりなんなんだ。そんなことないでしょ。やっぱ金友さんはすごい、仕事もできるし、うん、めっちゃいい人だよね。うん、今なんでそんな嘘ついてる顔してんの。本当の顔、本当の顔すればいいのに、なんでそんな嘘ついてる顔してんの。金友さんにはもう LINE 時代からお世話になってて、2社にわたってお世話になりっぱなしだな。なんでそんな嘘ついてる顔してんの。びっくりしちゃった。なるみさんって嘘つくとそういう顔になるんだ。うん、うんじゃないんだよ。いや、あれの千田さんの喋り方というか、まあ確かに彼もなんか今の会社新卒で2年目3年目だってなるとね、しっかりしてる方なんでしょうね。だと思うよ。もう自分のことが思い出せないんだけどさ、自分の22歳、23歳、うん、ひどかったね。今の人はしっかりしてんだろうね、ちゃんと、ね。あ、でもそれはマジであるらしくて、うん、なんだって動画 YouTube が大きいらしいよ。え、民間人の会話を我らの幼少期と比べたらもっと聞いてるんだって、その今の若い人たち。人と人の会話のインプット量が多いから。そう、データベースが多いから。そうで、それが今まで我らだとテレビの作る、うん、完全に作り込まれたやつばっかりだから、うん、あの真似する境地に立ってないのと、うんうん、じゃなくてもっとフラットなちゃんとした会話をいっぱい聞いてるから、
あとダメな会話を聞けるのがいいらしいね。このどんぐりとかを通してね。そう配信されてるからね。そうするとあ、こんな風に喋ってちゃダメだなとかが学べるから、うん、結構比較的喋るのは上手になったりするらしいよ。確かに僕が22、3の時ってさ、 YouTube もポッドキャストもないし、ブログもないからさ、ないよ VHS で木更津キャッツアイ見るしかないよ。ないじゃん。だから、うん、ほら、ま、人のなんだろう、参考にするものがないよね別にね。そうなの、うん、笑っていいと思うとかしかないわけよね。その結果盛大にやらかしてしまうわけだよね。うん、うん、やらかしてる人のさ、やべえなって人の YouTube とかなんか TikTok とかわかんないけど、そういうショート見てさ、うん、ああこういう喋り方は恥ずかしいなって思うわけじゃん。うんうん、クラスにしかいなかったけどね、30人ぐらいしかわかんなかったけど、もう全然 DB の数が違うでしょ。そうだよな。じゃあ僕らはまあできなくてしょうがないっていう自分に甘い38度。そう、息抜き給湯室楽しかったので、ぜひね。僕もね、最近おすすめポッドキャストあるんだよね。お、多分ね、これ知らないと思うんだよな。僕、成美さんが教えてくれた1年後くらいから聞き始めるっていうのが最近通例なんだけど、じゃあぜひ来年聞いてほしいんだけど夏目さん、親父は銀行員 FM って知ってます？絶対知らないでしょ。何このスヌーピーみたいな、スヌーピーみたいな絵柄の4人の、なんだろう、男性のカバーアートですけど、うん、この親父は銀行員 FM っていう番組は、パーソナリティが4人男性なんですよ。で、この男性4人の共通点は、多分みんなお父さんが銀行員らしいんですよね。へえ。かといって別に銀行の話は一切しないで、ただそんだけ、なんか共通点ありそうだね。へえ、うん。で、年齢としてはね、僕らのちょっと下の、ちょっと下ですか、夏目さんは多分同世代なのかな、35、6歳ぐらいの男性4人の、まあ、どんぐり FM 的雑談がずっと流れててさ、これすげえ面白いよ。へえ。なんかたまたま僕、どんぐり聞いてたら、これがおすすめて出てきてさ、聞いてみたらね、めちゃめちゃ良かった。親父は銀行員 FM。2020年冬よりスタートした埼玉県出身の30代仲良し4人組のポッドキャスト番組。トークテーマはお仕事、SNS、結婚生活から面白かった漫画、本の感想などをゆるくお話してます。ながら劇に最適なポッドキャストらしいっすよ、うん。そう。なんか話題とかもね、まあ、とっつきやすいことが普通の、まあ、仕事がどうとか、インターネットがどうとかさ、おすすめ漫画とか、割と普通のことが話されてんだけど、結構この4人のキャラがいい感じでね、聞いてて面白いですね。最近結構これ聞いてんだよな。へー。どんぐり FM は、じゃないな、ポッドキャストは、もともと、リビルドが結構なフォーマットを作っており。うん。タイトルの前にエピソード番号を入れるとか、ショーノートっつって喋った内容をリンクで貼るとかっていうのはリビルドフォーマットと言われておるんですが、うん、初めて見た、無視してるとこ、ナンバリングないね。ああ、ナンバリングないのね。例えば状況ボーイズもないし。え、状況ボーイズあるくない？ないっけ？いや、ないと思うよ確か。あ、そうなんだ。うん、今何回だか分かんない番組ってのもたまにあるよね。へえ、知らなかった。確か状況ボーイズなかったと思うな。あ、ほんとだ、ないわ。うん、状況ボーイズと親父は銀行員 FM は、うん、リビルド方式を無視してるっていう、へえ、反体制側の番組なんですよね。潰していかねば。うん、いやこれね、親父は銀行員面白いんで、状況ボーイズとか僕紹介して割と聞いてる人いるかもしれないですけど、うん、そういう人はこの銀行員の方も多分好きなんじゃないかなって気がする。へえ。だらだら聞くのにちょうどいいですね。聞いてみよう。うん、はい、こんな感じでいろんなポッドキャストを聞いているので、ぜひぜひ、うん、ポッドキャストこういうのが面白いよとか、いや教えてほしいよね。ポッドキャストを新しいの知るのめっちゃむずいもんね。そうなので、息抜き給湯室のおちんちん FM じゃないや、おちんちんラーメンは第何回でしたとかっていうのがもし分かる人がいれば教えていただけると嬉しいです。うん、どの回か忘れちゃった。